えー、こんにちは。即価塾の久保です。まあ、ここ最近はですね、ビットコインの歴史と価格についておさらいしてるんですけども、今回はニュースが非常に多いです。2014年ですね。2014年と言いますと、価格に派手な目立ちはないです。だからここで仕込まないといけないんですよね。ということで、一番最初の仕込み時期になってきます。 一番最初に安定したと言われますけども、そのレンジの時期にきちんと仕込んでおくことができるかがブ、ブレイクアウトした時のですね利益を追求できるかどうかに大きく関わってきます。ここは FX と同じような理論。 投資と同じような理論が働いていると思いますね。それでは2014年の価格はどうなっているでしょうか。2013年はね、最高値で12万円をつけた、そのビットコインが2014年には4万円とか5万円でウロウロする時期になってきます。これがね、年末まで続くんですよね。それではメモの方を読みながらお話していきますのでお付き合いください。2014年の2月24日なんですけども、終わり値が18,280円というね、こんな価格になっております。これはね、マウントゴックスが閉鎖したからなんですよ。 日本の企業が買収したあのマウントコックスが閉鎖して一番最初にできた暗号通貨の取引所がここに来て歴史を終わるということになりますビットコインの初期から圧倒的な取引シェアを占めていた世界最大の取引所ね世界最大の取引所は最初日本にあったんですよこのマウントコックスがハッカーにビットコインを盗難されたとして取引を中止し取引所を閉鎖しましたこれが後に自作自演だったっていうふうに分かるのがなかなか面白いところですよね 次、2014年の4月1日なんですけども、この時、終わり値が49,614円です。財布の前身である ETWing がサービスを開始しました。私が財布を知ったのが堀江貴文さんの発言からなんですけどもね。マウントコックスの閉鎖後、いくつかの零細販売所はありましたが、初めての国内取引所である ETWing が開設されました。ETWing <laughs> は後にウォレットサービス等を提供していた財布に買収されることになります。<laughs> ということですね。まあ、おとなしいニュースですよね。 ここで仕込めたかどうかがポイントになってくるんですよ。で、2014年の4月9日、価格は44,887円です。ビットボックスがサービスを開始しました。私もビットボックスアカウント持ってます。国内取引所のビットボックス、BTC ボックスがサービス開始しました。マウントボックスの後、初の企業が運営する国内取引所となったということでございますね。えー、価格は相変わらず安定して、そのまま1ヶ月経ちます。 2014年の5月26日、終わり値が59,294円。ビットフライヤーがサービスを開始しました、ね。この時期なんですよ、ビットフライヤーが始まったのが。まだね、10年経ってないんですよ。7年ですよね。7年前、あなたは何をしていました ?7 年前にスタートしたビットフライヤー、今はとてつまない企業になりましたよね。はいえー、で、この時、後に取引所、決済サービス、 ブロックエクスプローラーなど様々なビットコイン関連サービスをリリースすることになるビットコインの販売所のビットフライヤーがサービスを開始したということでこの時はまだね多くの方がビットフライヤーなんて会社は知らなかったですとてもじゃないけどもあのテレビ CM をやるのって誰も存在想像してなかったですよね3年後には CM が始まるんですけどねでコインチェックが3年後、えー、出川哲郎さんを起用して CM を始めたということになりますニュース続けます価格はほとんど変わりません2014年の6月13日 6万円マイニングプールの g ハッシュ i o のハッシュレートが51%に到達ということでマイニングっていう言葉が出てきましたねこの時なんですよマイニングって何ぞやとマイナーって誰なんだみたいなねマイナーでもかるっていう方法もありましたけどねマイニングプールの g ハッシュ i o のハッシュレート 採掘量が51%に達し51%攻撃二重支払いのリスクが高まったということです G-IO 内のマイナーが他のマイニングプールに移ることで危機は回避されましたがこれ以降価格は低迷することになったということで低迷しているときにやっぱりね仕込んでおくかどうかが投資の分かれ目になってきましたねえそして同じ月なんですけども6月18日価格は6万1449円ビットバンクがサービスを開始しました次々と 取引所ですか販売所がスタートするわけですよ後に中国の大手取引所 OK コインと提携した取引所サービスをリリースするビットコイン販売所兼ウォレットサービスのビットバンクがサービスを開始したというふうになっておりますね、最近の話ですよ昔からあったわけじゃないんですよだから暗号通貨にここ2,3年で参加したかったっていうのはずっとあったような感覚でしょうけどもまずねインターネットから通貨革命に入ってきた私としては こういった暗号通貨の取引所ってまだまだ新参者みたいな感覚があります。でも、しっかりとその地位を築いてますからね。6月30日、終わり値が6万4774円。コイニーがサービスを開始しました。有名なコイニーです。シンガポールを拠点とする取引所コイニーが日本でも同時にサービスを開始しました。私もこのコイニーの、ね、サービスってのは日本でスタートすることを心待ちにしましたんで、嬉しかった覚えがありますよね。 で、1ヶ月後、7月18日なんですけども、終わりには 63, 6万3670円。米、デル社がビットコイン決済を受け付け開始しました。デルがビットコインの決済するんだって感じで感動した覚えがありますけども、価格にはあんまり影響がなかったですよね。<laughs> デル社がアメリカ在住でビットコイン決済の受け付けを開始しました。実際ビットコインを使う人ってほとんどいなかったってことなんですよ。で、後に取引所サービスともリリースすることになるビットコイン決済サービスのコインチェックがサービスを開始したのが9月の19日、4万2710円の時です。これも、 ビットコイン価格に影響がなかったです取引所が増えるとそのために価格が上がるんじゃないかなと思ってた私にとってはちょっとしたね諦めムードがここで漂ってましたねで2014年の10月30日ね3万7534円というふうに今年最低値をつけてしまうんですよで日本円でのサービスを開始したのがクラーケンですあの有名なクラーケンも日本のサービスに前向きだということで世界最大のユーロビットコインの取引高を持つ クラーケンが日本の差別を開始したニュースに裏腹だということが私の感覚ですよね。えー、そして2014年の最後のニュースは12月11日にもたらされるんですけども、でも価格は4万1180円ということで全然上がらなかった。ビットコインをいくら仕込んでいても全然値段が上がらないので、私はね、多少決済した覚えがあります。悔やまれてならならいんですけどもね。あの当時から100倍になってるわけですよ、今。4万1180円。これが2014年の12月11日の価格ですからね。 米マイクロソフト社がビットコイン決済を受付開始。マイクロソフト、うん、あの会社がビットコイン決済を受付開始したとこのね、超インパクトのあるニュースが、どのぐらい価格に影響するのかなと思ったら、全然なんですよ。これが年をまたいでもね、上がるどころか下がるんですよ。2015年は次回の動画でお話し,しますけども、なんとね、1月4日に31,749円というね、そんなね、希望のない価格をつけたんで、ビットコインはこれはダメだなと思って。 アフィリエイトにもうちょっと力入れないといけないなっていうふうに思い返した覚えが私にありますね。皆さんは2015年、どのようにお過ごしだったでしょうかビットコインは2015年当時ですね。今から6年前、まだね、5万円にもなってなかったんですよ。3万1749円ですよ。こう思うと、投資の、そして暗号通貨の世界の、本当にね、幅広さを感じますね。それでは本日は以上です。